はい、え16対9の四角の中に生きる妖精ですえー、これは中西のカップ麺ですねえー、7月345日に食べたカップ麺ということではい参りますはい参ります日清札幌味噌ラーメンの名店白樺山荘辛口味噌ラーメン唐辛子が効いた旨辛スープえー、これはイオングループ限定ですね、はい、唐辛子の、ね、鮮烈な香り 辛味はそこまで強くないんですが、うん、がらしがふわっときましてね、美味しかったですよ。味噌スープの味も、割と深みのある、厚みのあるスープだったと思います。はい。美味しかったですよ。うん。うん。まあ、とにかくとんがらしでした。はい。えー、麺はね、太めの、平べっための、うん。結構しっかりした麺。食べ応えのある麺でしたね。うん。美味しかったですよ。うん、次 日清のどん兵衛天ぷら茶漬け風だし天茶うどん金星わさび入り、えー、これは黒歴史トリオっていうのの一つですね復活日清の黒歴史2002発売当時売れなかったあの味だし天ぷらお茶漬け結局何味か伝わらなかった今だしブームだからこそ食べてほしいだしのうまみうまいですよ っていうね美味しかったですようんあ,のあっさりすごくあっさりしてました関西だしっぽいというかうんあの、うん、わさびも結構ねふわっと香ってねお茶漬けっぽい感じもはいそれで出てたんじゃないですかね天ぷらもまあ美味しかったですよの,のりの天ぷらが入ってたんですけどね、うん、本んにねスープねあ,のあっさりしてねえっとねだしが効いてる感じうんかつおのねあの華やかなだしの感じは抑えめというか で、昆布のあの優しい旨味っていうわけでもな、ね、く、ここ間の感じかな関西の東丸っていうところのね、うどんスープの素あれに似てるんですね、味がね。まあまあ関西の人しかわからないかもしれませんが、はい。落ち着いた味でしたね。わさびはまあは、華やかなね。うん。まあ麺はどん兵衛の麺じゃないですかね。うん、美味しかったでしょうん。次日清焼きそば、台風甘辛屋台ソース。 パッタイ風熱帯 UFO。アクロ歴史トリオの一つですね。まあ、端折りますね。あの、同じところをね。これも2002年発売されたやつですねえ。なぜかエスニックを熱帯と勘違い。今、タイ料理ブームだからこそ食べてほしい。タイ風甘辛エスニック焼きそば。うまいですよ。はい。あの、これはね、僕のイメージするパッタイとちょっと違いましたね。えっとね。 トムヤムクンのようなトムヤム風焼きそばみたいな感じでしたね。うん。まあ、だから、あの、レモン果汁が入ってるんでね。レモン汁が入ってるんで、えー、で、魚醤と、その感じでやっぱりね、トムヤムクンっぽいんですね。甘辛いんですが、僕のイメージではもっと甘いんですね。パッタイってね。醤油というか、うん。割ともっと茶色っぽい味。<laughs> 茶色っぽい味って言うとあれですけど、色ももちろん茶色っぽくてね。で、甘辛い、甘い。うん 感じのイメージでしたがこれ割とねその甘いっていうよりも酸味とかの方が強かったかなうんまあ麺は UFO の麺なのでパッタイとは割とかけ離れてますよねパッタイは平たいねお米の麺ですからね味はすごく良かったでしょ僕好きな味でしたはい、うん、美味しかったですようんはいはいはいまあ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 、まあ、え黒歴史鳥を2つ食べましたねはい楽しみでしたねあまあでも2つとも本当美味しかったでしょああグランプリグ,グランプリ 審査員特別賞はい熱帯 UFO かなうんうどんも美味しかったですようん優しい感じうんあの本当おちょぼ口で食べるような <laughs> すいませんあの伝わらないと思いますけど、はい、もう本当にね東丸だなって思ったん途中食べてるあなんか東丸っぽいなっていうねそんな感じでしたあーで弁当今回焼きそば詰めていきましたうん あのエビ米な,なんて読むのかなあの難しいエビにね小2麺でエビ米パントリーで買ったやつですねとバナメイエビ、ネギ、卵具材でねはい、で、ゴールデンマウンテンシーズニングソースこれはタイの、えー、たまり醤油のような甘辛い醤油、美味しいんですよすごくとお酢と豆板醤で味付けしました美味しかったですよエビ米の香りがいいんですよねエビのねあの、食感はビーフンっぽいですねうん 昔のカップ麺復刻あの日清さんあのたこ焼きラーメン復活させてほしいですけどねあのダンプ松本さんとかね CM やってたあれもういっぺん食べたいたこ焼きラーメンあれをちょっと復刻させてほしいですね屋台になんかこうトラックが激突するようなねそんな CM でしたけどねうんえっ、ー、とあ昨日と今日と明日あのカップ麺動画が続きますはいすいません暑いですね セミももう鳴いてますねあの、倒れないようにお互いねお互いお互い倒れないように水分取ってね水分取らないとねあと、塩分もかまあ、すいませんはい、ちくどでマチャマチャマチャ